この動画ではタブレット、ゼ n p ッ d S8.0、Z580CA の、えー、スクリーンショットの撮り方を2つご紹介いたします。えー、簡単な方法、えー、そしてまあ一般的な方法2つあります。はい、えー、まず一般的というかね、普通のやり方がですね、ちょっとわかりづらいんですけども、えー、これが縦で、えー、この横ですね、えー、電源ボタンと音量ボタンがあります。この音量の下とですね、えー、電源ボタンを長押しすると撮れます。 はい。カシャって言いましたよね。でも、このやり方、ちょっとやっぱりさすがにこのタブレット大きいのでやりにくいと。えー、で、違う方法を今からもう一つお伝えします。はい。タブレットの設定の方に行きます。えー、まあ全パッドの場合ですと、えー、ここを押すとツールがあるので、えー、ツールから本体の設定に行きます。はい。えー、ここですと左下にあるこの矢印アイコンですね。2種類あるので、えー、ちょっとややこしいんですけども、Google 設定じゃなくて普通の設定の方。これをタップするとですね、えー、 ここですね、ASUS カスタマイズ設定というのが端末の設定の一番下にあります。これをタップします。するとですね、上の方にスクリーンショットというものがあります。まあ、ここに書いてあるんですけども、マルチタスクボタンを長押しすると、スクリーンショットを保存できますと。ここにチェックを入れると。はい、えー、これで設定完了です。で、このマルチタスクボタンって何なんだということなんですけども、ここですね、この下にあるホームボタンとか、 えー、バック、バックに戻るボタンですかね。その一番右、これですね。これ。これを長押しすると撮れます。やってみますね。はい。なので、スクリーンショットね、えー、これだと片手で簡単に撮れるので、非常に便利です。という動画でした。またこれ以外にもいろいろな動画をアップロードしていきたいと思います。